さんこんにちは。今回の速報健康ナウは痛風の話をちょっとしていきたいと思います。この痛風なんですけども、皆さんもご存知の通り、いわゆるプリン体を取りすぎたりとかするとなってしまいやすい病気でもあります。いわゆるビールを飲みすぎたりとか高カロリーのものを取りすぎたりすると、尿酸値っていうのが上がってしまって、結局それが関節の炎症を引き起こしてしまうっていうことになってしまってるんですよね。で、痛風が起きやすい場所っていうのは、皆さんもご存知の通り、足の親指の部分ですね、親指の付け根、この部分がよく起きやすいと言われてるんですけども、他にもこの足首の部分でも起きやすかったりするんです。そしてこの痛風なんですけども、実はまあ足の方だけではなくて、膝とかも起きたりとか、関節どこでも起きる可能性はあります。ただ比較的本当に多いのが足の方に起きやすいっていうのがあるんですね。で、この痛風なんですけども、結局どこに負担が一番かかってなってしまってるかっていうと、肝臓なんですね。内臓の肝臓です。ビールとか、アルコールを飲みすぎると肝臓に負担かかるっていうのは想像できるかと思うんですけども、高カロリーのものを摂ると肝臓に負担かかるっていうのは、実は高カロリーのものを摂ると栄養を、肝臓にまず貯めるんですね。よく皮下脂肪といってお腹の周りの脂肪とかになるんじゃないかと思うんですけども、その前に肝臓に、すごい蓄えられてしまうんです。結局それが負担になって肝臓の働きが悪くなる。で、肝臓の働きっていうのはいわゆる解毒ですよね。体の中の毒素を無毒化するっていうための解毒作用があるんですけども、その肝臓が働かなくなって、尿酸っていう毒素が体の中へ溜まってしまう。それが結局悪さをしてしまって痛みが出てくるわけです。なので尿酸値を抑えないといけないんですけども、そのためには食生活っていうのは非常に大切なことにもなるんですけども、それでも実は足りない部分もあって、この肝臓の働きをもっと活性化してあげると痛風になりにくいっていうのもあります。で、その肝臓の働きを良くするためにどうしたらいいかっていうと、肝臓の真後ろにある背骨を動かしていこうというわけなんですね。肝臓って言ったら右の肋骨の下の部分にあるんで、その値のラインの背骨を動かすということになります。なので、大体この辺りですね、この辺りの背骨、なんですけども、これが胸椎の7番、8番、9番、この3つの背骨を動かして、肝臓が活発に動くようにしていきたいというわけなんですけども、このやり方なんですけどね、やり方はちょっとした体操をしてもらいますので、ちょっとそれを紹介していきたいと思います。体操の方を教えていきたいと思います。これはちょっと体操をさっき言った胸椎の7番、8番、9番、この3つの背骨を動かしていかないといけないんですけども、その3つの骨を動かすのも順番があって、9番、そして7番、そして最後に8番といったような、ちょっと順番があるんですよね。その順番に沿ってちょっと体操をしていきたいと思います。まずは9番の体操なんですけども、この9番の体操っていうのは、まず上向きで、寝てもらって、まず左の方の膝を曲げます。そして左の膝を曲げて、内側にちょっと倒して、いきます。そして、体を左の方向にそのまま倒します。そしてそのまま10秒ほど大きく息を吸いながらじーっとしておきます。そして10秒経ったら元に体を戻して、足を戻して伸ばします。そして、そのまま大きく深呼吸をしながらまた10秒待ちます。まずこの運動を2回から3回繰り返していきます。次に、胸椎7番の体操です。この7番の体操なんですけども、まず正座をしてもらって、ちょっとかかとを外の方に出した状態で後ろに倒していきます。で、足首を持って体をちょっと起こすんですね。起こした状態で、苦しいんですけども10秒ぐらいそのまま保ちます。そして10秒経ったら
また力を抜いて、足を今度は伸ばします。そしてまたこのままの状態で10秒大きく息をしながら待ちます。そして次が胸椎の8番の体操になります。8番の体操は、まあ、正座してそのまま後ろに、倒すっていうパターンもあって、で手を伸ばして体を左右っていう感じで、ねじっていきます。これができない方は足を伸ばした状態でも構いません。手を上に伸ばして左右って感じでねじっていきます。だいたい左にねじって5秒ぐらいじっとして、右に倒してじっとしとくというような感じになります。そして最後は終わったらまた10秒ぐらい大きく息をしながらじっとしておきます。これをすることによって、背中の背骨、さっき言った7番、8番、9番の骨が動いていきます、はい、今のが背骨を動かす体操の3種類なんですけども、なかなかそれでも、もう時間がなかったりとかこの体操がしんどいっていう方、そういった方は他にも、まあ、ツボを使ったやり方でもあるんですね。まあ、このツボを使ったやり方は肝臓の働きというか解毒を促進するやり方でもあるんですけども、まずねこの腰のよりも下の部分、まあ、お尻の部分なんですけども、お尻の部分のちょっとまあ腰辺に手を当てて、そのラインから後ろのラインからこうまあ手をこう腰に手を当てた時に、このラインのところから指3本分下のところのちょうどお尻の真ん中よりもちょっと左の方ですね、こうちょうどこの穴ぼこが開いているこの部分、この部分をさっさっさっとこう擦るように、ね、外の方にさっさっとやっていき、まあ、刺激をしていきます。今度は反対側、これ右の方をさっさっさっとさするように刺激をしていって、今度はまたさっき言ったように腰に手を当てた時のラインから今度は指2つ分でやや外側のところですね、ちょうどこのポコって出ているようなところの部分を同じようにさっさっさと、こっちも反対方向もさっさっさとこういう感じで、刺激をしていきます。そして、今度はまあツボなんですけども、まあ、ここにあるツボ、肘からちょっと下の方のところも、まあ、こうやってさっさっさと刺激をしていきます。両方やってください。さっさっさとやって、そして、今度は肩の部分、ちょうどまあ三角筋って言ってこのポコッとこう盛り上がるような筋肉のところの最後の部分ですね、下の部分よりちょっと後ろ、指一本分だけ後ろの方のところもコリコリと刺激をしていきます。でこれだけ、やっていくと、まあ、解毒作用っていうのが、まあ、より活発になってくるので、尿酸値が高くて気になる方ぜひこういうやり方をやってみて、基本は食生活なんですけども、それに加えてさらにこういう体操をしていくと尿酸値が溜まりにくくなったりとか、まあ、数値が上がりにくくなってきます。なので夏場よくビールを飲んだりとかバーベキューとか行って食べ過ぎたりとかして尿酸値が気になるけども食べたい飲みたいっていう方はぜひこれを試してみながら体の健康を調節してみてください。